はい、そんなわけで請求事務所にやってきました。すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どちらで。そうですね、ここは、そうですね、はい、あ、じゃあここで、じゃあもうずっとどうせ。すいません、じゃあ、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします。ユーザーが、ユーザーの方がすごく、はいはいはい、まあ、賢いというか、はいはい、より便利に使っていく方法を、はいはい、まあ、考えていくので、はい、多分いろいろな事業者同士の知恵を出していくと、全く同じところから引き落としっていうのはね、どうしても、はいはい、まあ、そこまでは難しかったとしても、はいはい、まあ、なんか広域利用のあり方をいろいろと模索をしていく、はい、まあ、その、まあ、きっかけを、まあ、東京都が作っていくということで、この間ちょうど一般室ので、はい、提案をしましたら、そういう形になっていったので、もうぜひ便利に、ね、なって、はいはい、シェアサイクルが、はい、普及していけばいいなと思ってます。はい、じゃあ2個目なんですけど、はい、渋谷とかで、電動キックボードの、はい、まあ、あのシェアで、はい、渋谷駅周辺なんですけど、まあ、時速15キロ以下だったら、はい、まあ、公道でもヘルメットなしで走れるようになって、まあ、それは、まあ、日暮里駅周辺だったらいいかなと思うんですけど、うんうんうん、でもやっぱり渋谷と日暮里駅なんか坂があったりとかはよく似てるんですけど、やっぱり利用者の層とかそういうものも違うんで、なんかそれもあったら面白いけど、電気自動車によく乗ってるんで、うちでも3台あって、はい、で、荒川区に、電気自動車の急速充電が3つしかないんですよ、うんうんうん、あの南千住のライフ と、日産の荒川店と区役所、うん、だから電気自動車っていうところでの、まあ、各家庭にもうちにもあの充電の場所充電できるところがあるんですけど、まあ、荒川区はその急速充電が少ないんで、電気自動車を、まあ、あの積極的に東京都とかも助成金出してやってるんですけど、あのステーションの方のあれがなかなか進まないんじゃないかなとは、まあ、まあ、電動キックボードって、まあ、新しいモビリティなので、はいはい、私もあの都庁で、はい、あのある会社の方が、はい、まあ、試乗しませんかというふうに来られまして、はいはい、建物の中 です、はい、乗ってみた、はいはい、非常にこれからのやっぱりやり方ということでは、はい、まあ、今国もいろいろと規制をどうするかっていう議論をしているので、まあ、そういったところと、あとやっぱり安全面をこうしっかりやりながら、やっぱりここをやっぱりこうしっかり両立をしながら、まあ、進めていくことはすごく必要なのかなと思ってます。あと、まあ、電気自動車もまさに電気自動車をこれから、まあ、電気自動車だけではなくて、まあ、スイスも含めて、そういったあの、まあ、全部もそうですし、はいはい、まあ、そういったあの次世代型の自動車をどんどん普及させていくのであるならば、今おっしゃったように、3カ所しかそのポイントがないんであれば普及はしないですよね。はいはい、ですので、そこをやはりそのしっかりとポイントを作っていく、はいはい、まあ、東京都もそういったポイントを作るための、まあ、支援というのが、助成は制度はあるんですけれど、なかなかそれをやっぱり活用して、まあ、場所と含めて、まあ、そこを拠点をやっぱり作っていくことがより普及につながっていくので、そこはもう政治の役割なのかなと思います。すみません、最後にですね、はい、まあ、関心あの環境に関心がある、竹口さんが、まあ、これからの環境の面でどんなようなその考えを、まあ、今ちょっといろいろお話伺ったんですけど、はいはい、お持ちなのかなっていうところをちょっと最後教えていただければと思って、はいはい、そうですね、はい、もう環境問題っていうと本当にこう大きな話で、まあ、これまではどちらかといったらやはり国がもう率先してやっていかないと、こう地方自治体でいくらやってもなかなかこう解決しないのかなという気持ちがどこかにあったんですが、ただもう特に近年の気候変動、まあ、大型の台風だったりとか集中豪雨とか、こういったものがもう本当にこう、まあ、顕著になってきて、そうするとこう我々のこう経済活動とか社会活動が、まあ、どんどん便利になって、でそれが結果として、まあ、地球環境に影響を及ぼして、気候変動という形で自分たちのこう命をこう脅かしているっていう状況が本当に目の当たりになってくると、まあ、我々本当にこの地方自治においても真剣に取り組まないと、それでもボトムアップで国を動かすぐらいの気持ちで環境問題に取り組まなきゃいけないのかなっていう、まあ、強いこう危機感を今持ってます。小さいところからやっぱり東京都ができる大きな、まあ、今の電気自動車の話もそうですし、はい、もう
脱炭素の、はい、あり方っていうのを考えていくという、小さなところから、まあ、大きなところまで本当にこう環境と経済が、まあ、両立していくような、まあ、そういう社会をこれから目指していかなければいけないのかなというのを強く感じています。結構、コロナ禍の後で、はい、グリーンニューデールとか、はい、グリーンリカバリーって言って、その後にその、まあ、投資していくのを、まあ、環境に優しいとか環境のことを考えてるっていうところから、はい、投資を、まあ、ESG投資していくっていう形で、はい、いくようなので、まあ、今後 そのコロナ禍の後の世界をこう変えていくんだっていう流れは世界的にあるみたいな、そうですね。地方自治体として、はい、そこっていうのも後押しというか、進めていってもらいたいなと、ちょっと、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、これからもそういう活動にご尽力をお願いいたします。どうも、はい、本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあ、すいません。すいません、ありがとうございます。はい